その技術を伝えるシンポジウムが仙台で行われているというのは非常に重要な意味を持っていると思っています。今世界が注目しているマイクロナノ分野、その先端を行くドイツのフランフォーファー研究機構と東北大学が中心となり、10回目となるマイクロナノ国際フォーラムが仙台市で開かれました。マイクロエレクトロメカニカルシステムズ、その頭文字からMEMSと呼ばれています。今やさまざまな製品の高付加価値化を支える必要不可欠なデバイスとしてあらゆる分野で活用されている技術です。このMEMS研究のメッカと言われているのが宮城県仙台市。マイクロナノ分野でもトップレベルの研究機関東北大学と協力し、このMEMSデバイスの実用化を推進、産学官の連携に力を入れてきました。この技術は毎年 13% くらいの割合でコンスタントに成長している技術で、半導体の技術とかと違って一つ一つのものを開発しなくちゃないんですね。みんな違う種類のものですから、だから急にはこう成長しないんですけど、こうちょっとずつ伸びてまして、今回開かれたマイクロナノ国際フォーラムでは、長年東北大学と共同で研究を行ってきたドイツのフランフォーファー研究機構からトーマス・ゲスナー氏を招き、シンポジウムが行われました。フランフォーファー研究機構はミュンヘンを本部とし、ドイツ本国に67の研究所および研究ユニットを有する欧州最大の応用研究機関です。仙台市とは2004年より学術および産業研究を促進するための協力協定を結んでいます。We have a lot of relationship. We have a history of 10 years. This is a 10 Fraunhofer symposium and we would like to continue.さまざまな分野でその可能性が期待されるMEMS。この小さなデバイスの実用化に向けた研究開発に多くの期待が集まります。今までは病気の人をこう見るような医療機器だったんですね。これからは病気じゃない人、あるいはこの健康に不安を持っている人、いわゆる未病の人ですね、そういう人を対象にしてヘルスケアを考えるようなデバイスがこれから出てくると思うんですよ。ドローンって聞いたことありますでしょうか。小さいヘリコプターですよね。で、例えばアマゾンはそのヘリコプターを使って各ご家庭にアマゾンの商品を届ける。その時には一個一個のドローン、小さなヘリコプターは自分の位置を知って自分の姿勢をコントロールして届けないといけない。ここのところにも当然センサーが必要ですけども、多分それもおそらくMEMSになると思います。中でも注目される可能性の一つが防災や減災への役割です。3年前にね、地震とか津波とかあった時に我々スマートフォンとかワイヤレスのものが使えなくなってね、とても困ったわけですよね。そういうことないように、途切れないワイヤレスを機器を開発しましょうなんていうのも一つのその方向なんですよね。 And perhaps we can make some sensor or networking for detect perhaps very early earthquakes. Perhaps we can discuss already something and Fraunhofer will develop this together with the Tohoku University. この小さなデバイスの未来に、そして仙台市の未来に、今世界の注目が集まっています。